一口大に切り分けて食卓にあげられた船寿司。白く見えるのは乳酸発酵した米飯。黄色く見えるのは卵。船寿司とは日本古来の寿司寿司の代表的一種。古代から琵琶湖山のロブナなどを主要食材として作られ続けている滋賀県の郷土料理である。今日では船寿司、船寿司、船寿司、船寿司。 船寿司などとも知るし、船寿司が最も一般的となっている。船寿司という語の表記揺れはかなり大きい。漢字の辞儀を正確に適用した場合、船の慣れ寿司という特徴を的確に表せるのは、船寿司である。しかし、現代では用いられることは多いとは言えず、船寿司などの別表記が多い。しかし、寿司は、寿司を当て字に変えたものであり、書位。 早寿司を意味するので意味的に矛盾する。船を用いた売れ寿司で、滋賀県の名産である。飯と塩で作られ、独特の発酵臭がする。ただし上手に漬けてあるものは、匂いが、それほど、きつくない。飯に漬けた後に酒かすに漬け直すこともあり、その場合は発酵臭が抑えられる。独特の香りがあり。 魚肉のタンパク質が、旨味成分であるアミノ酸へ分解されたものである。江戸時代以来、主に、琵琶湖の固有種であるニゴロブナが最適とされてきたが、ゲンゴローブナも使用されている。オスもメスともに使われるが、小ちのメスのものがより高価である。日本の船寿司の歴史は、奈良時代にまで遡り、長屋大ーケ木管や二条、王子木管に、船寿司や、 寿司船の語が見えている。平安時代の演技式の記載によれば、大見国間クリアから、寿司船が奉納され、米と塩を用いて作られていることがわかる。また、江戸時代には、大見国で春季に採れた船と、秋から冬にかけての紅葉船と、船寿司にしていたが、夏季の高温の季節を経ない紅葉船の寿司は、発酵が遅く、次第に寿たれたものと思われる。 現在の滋賀県の船寿司は春季の船を用いている。現在の滋賀県で行われている一般的な製法は以下の通りである。春に捕獲した船の鱗とエラ、卵巣以外の内臓を除く。内臓を取るには腹開きにはせずに先を曲げた金属の棒などを船の口から挿入して内臓を引っ掛けて取り出す。そして船の腹腔内に塩を詰め、 これを塩を敷いた桶に並べて、その上に塩を重ね、さらに塩詰めした船を並べるということを繰り返す。そして、最後に塩を敷き詰め蓋をし、その上に重しを置いて、霊安所に保管する。これは、塩切りと呼ばれる。夏の土曜の頃まで塩漬けにした後、船を取り出して、水でよく洗い塩抜きをする。塩味が少し残る程度で塩抜きを終え、 次に飯を船の身の中に詰める。この飯には塩を混ぜるが、塩切りした船には塩味がついていることから、飯に塩を混ぜない方法もある。また、発酵を促進させるために酒を加える製法もある。桶の中に船だけでなく飯も交互に敷き、船は身の内と外から飯に囲まれた状態で敷き詰められる。 落し蓋の上から重しをかけ冷暗所に保管する。乳酸発酵には、空気を遮断することが重要であり、重しをした後に桶に水を張ることが行われてきたが、現在は桶にビニール袋を敷いてから、船と飯を詰めて、ビニール袋の口を閉じてから、落し蓋と重しをすることで、水を張らずに空気を遮断する方法も行われる。夏の土曜の頃に飯付けを行うと、 晩秋には食べることができる。また、1年から2、3年程度半漬けを行うこともある。桶内の船は、乳酸発酵によって腐敗が防止され、アミノ酸などの旨味成分が増す。飯漬けの後に、酒粕や味噌に漬けることも行われている。食べ方は、船の実をスライスして、さらに森食卓に出したり、そのまま食べたり、お茶漬けにしたりと様々である。 卵の部分は、チーズのような香りと食感である。手間と時間のかかる製法であることや、材料として、最も適する種類の船であるニゴロブナについて、小岩の吉原現象や、水質の悪化、小岩のコンクリート五岩化に伴う産卵床破壊、ブラックバスや、ブルーギルなどの産地に侵入した、外来魚による捕食など、 様々な要因の影響が重なり、漁獲口が近年減少しているため、価格が一尾数千円と高騰している。このため、言語ブナや銀ブナを代用したものも作られている。また、駆除した外来魚を使用し、船寿司と同じ技法で売れ寿司を作る試みもなされている。臭い食べ物の代表例、英雄。 アラバスター単位、匂い成分の成分量の単位である。匂いの強弱は、匂い成分ごとに、人の感覚域値との相乗値で評価され、純粋な、匂いの単位ではない。ありがとうございます。